はい、どうもタンタンです。今日はまたマーチンなんですが、素晴らしい1本入っていきました。こちらですね、トリプル O の42のオーセンティック1939というモデルになりますね。39年の、トリプル O42、 やっぱりクラプトンが使ってて非常に有名になったギターですけれども、それの、オリジナル版のリーシュという形になっています。でトップは、アリロンダックなんですけれども、あの VTS の、処理を施してある、トップ材と、あとブレーシングも同じく VTS 加工処理がされています。あとですねあとサイドバックは、よいしょ、ちょっと見えるかな、こんな感じのマダガスカルローズを使っています。こんな感じですね。二皮接着とかね、その辺はもちろんオーセンティックのシリーズなんで、いつも通りのオーセンティックの作りになってて、さらにこういう、昔からのね、42のスタイルで、作られた、非常に全体にも綺麗ですしね、あのバインディングなんかも、この辺りとかロゼッタとかバインディングなんかも、木とあのセルだけじゃなくて、間にちゃんとセルじゃなくて木を入れてあるとか、その辺りもしっかりと当時の作りを再現した形になっていますね。あとペグも、よいしょ、これで見えるからですけど、写真の方を見ていただければあれですけども、こちらですね、普段マーチンでは使ってない、ちょっとオリジナルのものに近い形状の、カバードの、タイプのペグがついております。こんな感じですね。はい、で音の方もやっぱりちょっと素晴らしいので、ね、ちょっと出しますね。想像できないような感じの音圧と音量とありますね。しっかりとローの音なんかも出ますし、で全体でね、42らしい きらびやかな感じも非常によく出ていると思いますね。でかなりしっかりと音も出ますし、今爪とかは使ってないんですけども、それでももうかなりはっきりしたこういう感じの音が出るので、非常に使いやすい、音も非常に出しやすいギターで、演奏するのも非常に良いのかなと思いますけれども、やっぱりなんといってもこの見た目がこういう感じでかなり素晴らしいので、見ても非常に楽しめるギターじゃないかなと思いますね。マーチンの方もやっぱりこのオーセンティックのシリーズはかなり力を入れてて、いろんなシリーズでね、種類出してますけれども、そんな中でもやっぱりこのモデルっていうのは非常に完成度の高い良いモデルじゃないかと思います。でオリジナルのね、トリプルの42となると、今もうかなりの
高額の値段になってきてしまいますし、何よりも物がほとんどやっぱりないので、それから考えれば、まあ、マダガスカルローズね、あの計らんではないですけれども、まあ、それを差し引いたとしても、まあ、この値段でこのクオリティであれば非常に素晴らしい出来の楽器じゃないかなと思います。という感じですね。トップの木目なんかも素晴らしいですし、本当に一回手にしてみたいモデルになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日ですねご紹介しましたこちら、マーチンの OOO の42オーセンティック1939というモデルになりますね。こちらの方も、店頭で展示しておりますので、一度ぜひねこの素晴らしい作りの楽器を見ていただければと思いますので、ぜひ店頭の方で、ね、ご来店いただければと思います。それではタンタンでした。